サラマンカの旧市街は、スペインのサラマンカ市の旧市街からなる同国の世界遺産の一つである。1988年に登録。サラマンカの街の始まりは古代ローマの頃、俗州ヒスパニアにトライアヌステによって建設された植民都市であるとされる。ローマ帝国が滅亡し、イベリア半島がイスラム帝国の支配下に入ると、この地はイスラム化し、 トレドやグラナダと同様イスラム文明を享受することになった。古代ギリシアローマ学問やそれを発展させたイスラム学問がこの地にも集積され中世ヨーロッパ世界にそれらを紹介する場となった。レコンキスタが進みこの地位がキリスト教圏になるとアルフォンソ九世によってサラマンカ大学が設立されサラマンカは知識を欲するものは サラマンカへ行けと言われるほどになった。愛好会時代には、天文学の知識などが大きいサラマンカ大学で研究される。一方、反宗教改革や異端神門の舞台にもなった。サラマンカの市街は、イスラム様式からヨーロッパのゴシック様式やサンエステバン修道院のバロック様式などヨーロッパの建築文化が集積されることになった。 また、酸化鉄を含んだ石材からなる建造物の街並みは、サラマンカを比類なき美しい街であると称賛されるに至った。1988年にサラマンカの旧市街はユネスコの世界遺産に登録された。サラマンカ大学はヨーロッパ最古の大学の一つであり、旧市街にロマネスク、ゴシックなど様々な様式の建築物が残っていることが評価された。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。